アルン668.1706号機、サンティア駅、2006年アルン668.1054号機、ラメーツヤテルメー駅、2016年にイタリア国鉄アルン668、機動車はイタリア国鉄の非電化の地方専用に製作された機動車である。第二次世界大戦後のイタリアでは、鉄道車両が不足しており、また、 車種が多いために交換部品の入手難などの保守上の問題があった。そこでイタリア国鉄ではシチリア島の狂気船の旅客輸送の改善を目的に1950年に導入したラルン60機動車の経験をもとに 1435mm 機関の標準型機動車を開発することになった。開発された新しいアルン668機動車は 座席定員が1等に等合わせて68人で、多用途性と様々な環境への適応力を備えたものとなっており、28年間に700両以上が導入された。形式称号の A は自走客車、L は軽量、N は使用燃料の頭文字で、座席定員を示す68の前に6を重複させて、10連層割制御が可能であることを表した。 形式に続く、シリアルナンバーは4桁で、バンダイ区分は12種に及ぶ。アルン668のバンダイ区分は12種となるが、これらは便宜的に、第1第3の3世代に分類されている。なお、イタリア国鉄の形式称号規定においては、座席定員が同数である総括制御可能なディーゼル動車は、気候や性能等の際に関わらず、すべて同一形式となるが、 アルン668は全番台が、プロトタイプのアルン668.1401から1403号機をルーツとする同系列のものとなっている一方で、アルン668の第四世代とも位置づけられるアルン663は、設計上はアルン668の延長線上にあるものの、座席定員が変更となったため別形式となっている。また、 制御者の LN664 は LN664.1400 があるん668向けであるのに対し LN664.3500 は液体式のあるん773向けの別形式となっている。書籍ありがとうございます。